今回はですね楽器ケーストランペットケースを作ってみたということで紹介しようと思います私は長年トランペットとフリューゲルホルンの2本入れれるようなね大きい背負えるケースを使ってたんですけどもこのケースの他に手で荷物を持ったりするのが嫌でいろいろ物を入れちゃって重くなって移動で肩が痛くなったり腰が痛くなったりしてここ数年はコロコロ転がして使える プロテックの BLT301 というこういうケースを使っていましたこのケースのことはまた後で説明しようと思うんですが非常に便利なんですがちょっと不満もありまして今回キャリー付きトランペットケースを自作してみましたそれでは紹介しますこんなキャリーケースを楽天市場で買いましたお値段5210円 楽天スーパーセールの時にね、いろいろな他のものと一緒に買ったんで、実質4000円台後半ぐらいかなと、ポイントを引くとね、そのぐらいで手に入れました。それではどんな感じのケースを作ったか開けてみましょう。こんな感じに楽器が入っています。ミュート類と小物類を入れまして、これをちょっと取り出していきましょう。 マウスピースケースとかオイルとかチューナーとかあとはミュート類ですね楽器はこんな感じで入っていて長さが対角線にしか入らないサイズなので楽器がケース内でガタガタ動くということはありませんこの黄色いやつはタコインサートといってトランペット用に作られてる商品なんです3465円で楽天スーパーセールで他のものとまとめて トトランンペットステーションから買いましたまたポイントをね差し引くと実質3000円ぐらいですかね裏面はマジックテープでくっつくようになっていますがこのケースはマジックテープがくっつくような素材ではないのでくっつきません底面に使っているのは 25cm×25cm 25厚さ 5cm のウレタン吸音材12枚セットで3180円でしたこれも 先ほどの商品とかと一緒に楽天スーパーセールでまとめ買いしました。この二面内側に使っているのは近所の高難で税込み217円厚さ2センチのウレタン材です。それを2枚使いました。黒があったら黒にしたかったんですけどもこの色しかなかったのでこの色です。側面はですね、このチャック普通の人は開けないチャックだと思いますがここは開けることができて 近所のまた江南で買いましたウェイブクッション材長さ2メートル厚さ8ミリメートルっていうのを貼って入れてますぐるっと横も上も全部貼ってありますこのクッション材はねメモるの忘れてましたが1000円ぐらいだったと思いますこのケースフリューゲルホルンとトランペット両方入るのか入れてみましょうかフリューゲルホルンを入れて タコインサートを上にマジックテープ部分がね楽器とすれないようにしてトランペットを上に置きますトランペットの上には余ってる吸音材12枚セット買ってねまだ3枚しか使ってないですからね上に置いて空いてるスペースにはマウスピースを入れたりしてこんな感じで2本入れることも可能ですこのケース譜面台は入らないんですけども 結構分厚くて外側に少々薄いですがポケットも2つついてて結構色々入りそうですね今までプロテックのキャリーケースを使っていたと冒頭で言いましたがプロテックのケース BLT301 はこんな感じです背面には譜面も入るような小物入れがあってこの金具にショルダーストラップをかけて背負うこともできます中はどうなっているかというとこんな感じです こちらにトランペットを入れてミュートや小物はこの奥の方に入れることができるように仕切りを今つけてます。このケースは譜面台を入れることもできます。こんな感じで見た目もかっこよく色々入ります。さすが楽器用に作られているので使い勝手がいいです。こんな感じでね、マジックテープでくっつくマウスピースケースとか蓋に貼り付けられるクッションが何個もついていて仕切りのクッションももう一個ついてます。 でですす。ので仕切り2つ,をつければ楽器が3本入るようになってます例えば B フラットトランペット、米冠ですね、あと聖冠トランペット、ピッコロトランペットとかね、3本入れることができます。ただ、トランペットとフリューゲルホルンを入れようとすると、メーカーによると思うんですが、私の持ってるフリューゲルホルンだと結構ギチギチで、無理やり入れてる感じになるんですよね。そこがちょっと難点かなという感じです。 まあそれはそれであんまり気にならないんですが今回トランペットケースを自分で作ろうと思ったこのケースの一番の難点です一番の難点はこのタイヤなんです実はこのタイヤ自分で取り替えたんですけども最初から付いてるタイヤがねめちゃくちゃうるさくて使ってたらボロボロになって外側のゴムが裂けてきてね、えー、Amazon で買えタイヤを買って自分で取り付けましたその話はね 別ののブログにままとめててすのででご興味ある方は読んでみてください自分で取り替えてねタイヤの拭き掃除が楽になりました最初からついてるタイヤは小石とかめり込んだりねタイヤのゴム自身が破れてきたりね交換してツルツル素材のゴムに変わったんで外から変えてきた後の拭き掃除が楽になりました音もねわずかに小さくなったかなっていう感じなんですけどもねまだまだタイヤ音がめちゃでかいです これがこのケースの最大の欠点で、今回自分で楽器ケースを作ってみようと思った一番の要因です。このプロテックのケース、今ネットでの販売価格が3万5千円から4万円ぐらいです。今回私が作ったケースが、キャリーケース5210円。ポイント加味するとまあ5千円以下になります。そしてタコインサート。 黄色いやつですねそれが3465円、まあ、ポイントを加味すると約3000円吸、えー、音材12枚セットで3180円これの4枚のみ使用したので、まあ、ポイントも加味して約1000円分ですね側面のウェーブクッションは約1000円ふ面に使ったウレタン材約400円合計しますと約1万円で トトランペットケースが作れたというこ,とになりますこのケースを作ってタイヤ音が普通のスーツケース並みに小さい動きがスムーズな楽器ケースを手に入れました楽器に伝わるねタイヤの振動も小さくなっているんじゃないかなと思います楽器にタイヤの振動がどうなんだ悪影響があるんじゃないかとね気にされる方には向かないケースですけども私は気にせずトランペットはネジをたくさん使っているとかね 調整に頻繁に出さないといけないとかいう楽器ではないので気にしてないですけどもそれよりも肩こり腰痛を気にしてキャリーケースを使います今回は以上トランペットケースを自作してみたという動画でした